カント生活。私の名前はあやめ。今回は後輩マリカの話です。こちらがそのマリカ。マリカは新入社員でしたが、はっきり言って仕事はまともにしません。いろいろと教えても分かりませんしか言わずに、他の社員に仕事を丸投げしています。そんな彼女なので、当然社員たちから人気があるわけがありません。仕事をしないだけならまだ教育の仕様もあるのですが、彼女はどうやらそれ以外にもトラブルを他の社員と起こしているようです。どうやら恋愛絡みのようですが、何か言いたくても無関係の私が言えることはありませんでした。でもまさかあんなことになるなんて。それではマリカとのやりとりをご覧ください。先輩、ちょっとお話があるんですけどいいですか？何？仕事でわからないところでもあった？いえ、そういうわけじゃないんですけど、実は先輩の旦那さんと付き合うことになって。は？ギャハハ、驚きました。先輩の旦那さんって結構かっこいいじゃないですか。だからちょっとお近づきになりたいなと思って、彼の会社前で待ってたんですよ。先輩の部下だって言ったらすぐに打ち解けてくれてそこから深い関係になるのに時間はかからなかったんですけどね。あなた、他の社員と恋愛トラブルを起こしていたんじゃないの？あなたの旦那さんに近づくなって言われていただけです。他のみんなはあなたに気を使って耳に入らないようにしていたんですかね。他の人の恋愛トラブルだと思っていたけれど、実際には社員たちが私の旦那と会わないようにとマリカに注意をしてくれていただけだったのです。当事者である私は気づいていないのに、他の社員たちは私が傷つくからと配慮してくれていたのでしょう。まさかこんなことになっているとは思わず、自分自身が情けなくなってしまいました。マリカが私に言ってきたのも、私がいつまで経っても気づかないからしびれを切らしたのかもしれません。私の夫、トシキは優柔不断なところがあり、これまでも浮気まではいかなくても未遂的なことはありました。それがよりにもよってマリカのような女性と浮気をするなんて、はっきり言って許せませんでしたね。だからすぐにマリカに慰謝料を請求して、トシキとは離婚をしました。離婚後は腫れ物に触れるような接し方をされましたが、半年ほど経った頃には以前のような感じに戻っていました。仕事に打ち込むことで浮気された悲しみをごまかしていたのですが、半年経ったある日、再びマリカから連絡が来たのです。先輩、元気ですか？あ、もう私は会社を辞めちゃったし、先輩って呼ぶ必要もないんでしたっけ？じゃあ、元奥さんって言えばいいのかな？キャッ！ちょっと嫌味っぽくなっちゃいました？それで、何の用なの？実は、としきさんと結婚したんですよ。本当はもっと早く結婚したかったんですけど、としきさんもいろいろ大変だったみたいで、ここまでずれ込んだんです。だから？悔しいでしょ？お金持ちのとしきさんが私の旦那さんになったんだもん。お金持ち？とぼけなくてもいいですから。としきさん、ご両親の遺産が多く入っていてお金持ちなんでしょ？まあ、離婚時に共有財産は分けちゃったでしょうけど、それでもまだお金はたくさんあるはずですもんね。何を言ってるの？遺産を持ってるのは私だけど。は？私の両親の遺産よ。ちなみに結婚前に亡くなったから共有財産には見なされないの。だから遺産分は全て私が持ってるわよ。結婚前に持っていたお金とかは離婚して分ける必要はないからね。え、じゃあとしきさんのお金は？私と離婚した時の状態だったら持っていても200万円くらいじゃないの？はあ？ 200 万円しかないの？結構なお金だと思うけど。トシキ自体散財する癖があるから、お金なんてほとんど残っていなかったのよね。400万円も不動産を売ったお金を分配したくらいだし。じゃあトシキさんが言っていた遺産は？トシキが何を言ったのか知らないけど、トシキには遺産分なんて入ってこないから。トシキは見えっ張りだから自分にはお金がないってことを言わなかったんでしょうね。まさかそれを確かめもしないで結婚するとは思わなかったけど。でもあなたはトシキのかっこいいところに惹かれてたんでしょ？だったらお金がなくてもいいんじゃないの？ふざけないでよ。あんたの持っている遺産よこしなさいよ。私は遺産がたくさんあるって言うから結婚しようと思ったのに。トシキが何を言っていたのかは知りませんが、マリカはトシキの嘘に騙されていた部分もあったようです。
だからといって同情なんてしませんけどね。騙されていたとしても、人の旦那に手を出して略奪結婚をしたのは事実なのですから。ちなみに会社の社員たちからマリカのその後を聞いていましたが、かなりの散財をしていたそうです。営業スタッフからはほぼ毎日のようにブランド店に入り浸っている姿が目撃されています。つまり、トシキがお金を持っているという嘘に騙されて、思い切りお金を使っているということなのでしょう。お金自体はないので、借金か何かをしているのかもしれませんね。私の予想が当たっていたと分かったのは、それから数日後のことでした。先輩、お願い、お金を貸して。いきなり何なの？私、トシキさんがお金持ちだと思って結構借金をしていたの。その支払いができなくて。だから私にお金を借りようって？人の旦那を奪った相手に？元はといえば、あんたに慰謝料を払ったからお金がなくなっちゃったんだよ。責任は感じないわけ？人の旦那に手を出さなければよかっただけの話でしょ。それに慰謝料はあなたの両親が支払ったものであって、あなたのお金じゃなかったはずよ。それはそうだけど、立て替えてもらったお金を毎月払ってるの。それは当然でしょ。あなたがしたことの尻拭いをご両親がして、そのままあなたが知らんぷりなんてできるはずないでしょうに。お金を貸してって言ったけど、他の人に言えば？どうして私に言うの？私だってあんたなんかに頼みたくないわよ。でも他の人も貸してくれないんだもん。あんたしか残ってないのよ。他の人でダメだったなら多少はわかるよね。私があなたにお金を貸すと思う？私は聖人君子ではないの。それなりに汚い心を持った人間なの。そんな私があなたを助けると思う？私を裏切ったトシキともども地獄に落ちてしまえばいいわ。先輩。あなたはもう会社を辞めているんだから私の後輩じゃないでしょ。前にあなたも言ったじゃない。私は元奥さんだって。今の奥さんが前の奥さんである私に何の用？お金の貸し借りってすごく大変なのよ。仲がいい人にだって慎重にならないといけないの。それなのに離婚に追い込んだ張本人に貸すと思う？本当に思っているなら愚の骨頂ね。はっきり言って、私はなぜトシキが私を裏切ったのか分かりませんでした。浮気を問い詰めてもごめんの一言だけでしたし、私に悪いところがあったのかと自分を責めたものです。でもそんなもの気にする必要はないと悟りました。浮気する男はするし、しない人はしない。私が選んだ旦那は若い女の誘惑に負けるようなバカな男だったんだと思うことにしたのです。だからそんなことにいつまでもうじうじとしている必要はないんだと思わされました。ある意味天罰なんでしょうね、あなたが困っているのは。天罰って、そんな言い方しなくてもいいじゃない。人が困っているのを見てそんなに楽しいの？少なくともあなたが困っているのを見るのは楽しいわ。だって私だって苦しいんだもの。それを見てあなたは笑っていたんでしょ。私があなたの困っているところを見て笑って何が悪いの？少なくともあなたの落ちぶれた姿を見られれば、それだけで留飲は下げられるの。これからも苦しんでちょうだいね。私の言葉で嫌な女だと思うなら、そうさせたのは誰なのかしっかり考えなさい。ああ、それとトシキに伝えておいてくれる？いい加減復縁要請をしてくるのはやめてって。え？うざくて仕方ないのよ。マリカを選んだのは失敗だったとか、お前だけを愛しているとか、心の伴わない言葉ばかり言われるのは。嘘、トシキさんが？残念ね。あなたは結婚したって優越感に浸っているのかもしれないけど、トシキはいつ逃げてもおかしくない状況よ。あなたの幸せってその程度なの。これから借金とトシキが逃げるかもしれない恐怖に怯えながら暮らせばいいわ。その後、私はマリカをブロックしました。それから1週間経たないうちに、同僚からマリカの元からトシキが逃げ出したことを聞かされました。きっと耐えられなかったのでしょうね。トシキは行方不明になり、マリカには孤独と借金だけが残されたそうです。その後、マリカは借金返済のために怪しげな店で働いている姿が目撃されました。客引きをして声をかけた人が元同じ会社の社員だったらしく、慌てて店の中に戻っていったそうです。きっと自分がそんな仕事をしているなんて知られたくなかったのでしょうけど、すでに社内すべてに広まっています。
都市機からは何度かメッセージが届きましたが、元技量心に復縁するつもりはないと伝えてくださいときつく言っておきました。一度浮気をした男なんてはっきり言っていらないんですよ。だってまた浮気をされるかもしれないってビクビクしなければいけないじゃないですか。冷たい言い方かもしれませんが、都市機にそこまでの価値はありません。私はしばらく仕事一筋で頑張ろうと思います。もしかしたらまたいい縁があるかもしれませんが、しばらくは独り身でいいかなと思います。都市機に遠慮してできなかった旅行や趣味にお金を使うなど、思う存分楽しんで幸せに暮らしたいと思います。私が幸せであればあるほど、マリカや都市機は悔しくて仕方ないでしょうしね。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。俺の名前はタケル。今回は母ミサキの話です。こちらが母ミサキ。母はいわゆる毒親というものです。母が毒親だと分かったのは高校に入った頃でした。それまでは自分の母が普通なんだと思っていたのですが、当時付き合っていた彼女からおかしいと言われて、ようやく自分の親が変だという考えを持つことができました。今でもその彼女と付き合っているのですが、どうやら俺の母はとんでもないことをしているようです。信頼して通帳などを預けていたのにあんなことになるなんて。それでは母とのやり取りをご覧ください。母さん、俺の奨学金を使い込んでるって本当？おばさんから教えてもらったんだけど。そんなの嘘に決まってるでしょ。実の親を疑うわけ？俺だって疑いたくないよ。でも大学費用が引き落としされなかったんだ。これって残高が不足しているからだよね。このまま学費が引き落とされないと大学を辞めないといけなくなるんだよ。使ってないって言うならどうして残高不足になるんだよ。あーもううるさいね。ちょっと使ったからって何なの？あんたを育てるのにこれまでいくら使ったと思ってるのよ。それなのにちょっと使っただけでごちゃごちゃうるさいんだよ。使ってないって嘘じゃないか。今すぐ金を返してよ。そのお金は俺が大学に通うための借金だって知ってるだろ。母さんの娯楽のための金じゃないんだから。うるさい。これくらい私がもらって何が悪いのよ。学費が欲しいならバイトでも何でもしてどうにかしな。そんな、これ以上バイトなんて増やせないよ。俺は仕送りとかないから自分で生活費を稼いでるのに。高校までは出してやっただろ。それ以上勉強したいなら自分でどうにかするのが当たり前じゃないか。だから奨学金を申し込んだんじゃないか。そのお金を母さんがパチンコとかに使ってるんだろ。ああ、うるさいうるさいうるさい。これくらい私がもらっても親孝行の一環だろ。結局母から奨学金の返還がなく、俺は大学を辞めることになりました。彼女と一緒に勉強をして頑張って入学した大学でしたが、母のせいでこんな結末になるなんて予想もしませんでした。通帳などを預けていた俺も迂闊だったんでしょう。それは分かっていますが、通帳や印鑑を何度言っても渡してくれなかったので、俺にはどうしようもできなかったのです。大学にも事情を説明して俺は退学を受け入れました。ただよくしてくれた教授が弁護士を紹介してくれたので、今回のことを相談しました。今回のケースは刑法で言えば横領になるそうです。ただ直系血族の親子なので刑が免除されてしまうそうなのです。いくら母親でもこのお金を勝手に使って刑が免除されるなんて、法律は弱い立場の味方になってくれないんだなと痛感しました。ただ民事上の請求になりますが、損害賠償を請求することはできるそうです。このまま母にやられっぱなしなのは嫌だったので、弁護士にお願いをして損害賠償を請求することに決めました。タケル、あんた一体何考えてるの？今日弁護士事務所から内容証明が届いたんだよ。あんたの奨学金を使ったことに対する損害賠償って。そうだよ、教授から弁護士を紹介してもらって損害賠償請求することにしたんだ。だって母さんのせいで俺は大学を辞めることになったんだから。え、大学辞めたの？なんで大学を勝手に辞めるんだ？俺が辞めたくて辞めたとでも思っているのか？誰のせいで辞めなきゃいけなかったと思ってるんだよ。母さんが俺の奨学金を使い込んだからだろ。学費が支払えないから辞めなきゃいけなかったんだよ。
や、まさかお金がちょっと足りないくらいで辞めるなんて、それってあんまりな仕打ちじゃないか。大学を訴えればいいだろう。バカなこと言わないでよ。母さんが奨学金を使わなければ辞めなくてよかったんだよ。母さんのせいで俺は大学を辞めなきゃいけなくなったんだ。だからその損害賠償請求をして何が悪いんだよ。親子だからって何でも許されると思うなよ。それに俺は高校の学費だってバイトをして支払っていたんだ。中学までは確かに親の世話になったよ。でも高校からはほとんど自分で支払っていたんだから、母さんに恩着せがましく言われる必要なんてない。実の親を訴えるなんて、そんな息子に育てた覚えはないよ。本当にがっかりさせてくれるね。実の息子に訴えられるようなことをした自分を恥ずかしく思いなよ。俺は損害賠償請求を取り下げたりしないから。俺は大学のために県外に出ていますが、母は地元で暮らしています。弁護士が俺の母のところまで行ってくれたりしていたこともあって、近所から訴えられた人として見られているようです。そう呼ばれるのも母が原因なんですけどね。母がいくら訴えても金なんかないと大きな声で叫んだことで近所に知れ渡ってしまったそうです。弁護士と話しても横領の証拠はたっぷりあるので負ける要素はないとのことです。まあ、あの母が証拠隠滅なんて賢いやり方ができるとは思えませんけど。タケル、いい加減に弁護士にこっちに来るのやめろって言いなさいよ。なんで？母さんが金を返せばいいだけの話だろ。もう俺は母さんに対して甘い顔をするのはやめたよ。これまで育ててやった恩を忘れたのか。これくらいのことで親を見捨てるなんて。所詮お前も父親と同じなんだな。父さんは母さんのそんなところが嫌で出て行ったんだろ。それに離婚の原因は母さんの浮気だったじゃないか。父さんが母さんを捨てたのは事実だけど、原因は自分にあるってことも忘れたわけ。うるさい。とにかく私はお金なんて払わないからね。別にいいよ。弁護士は母さんが払わない場合、母さんの両親、俺にとっては祖父母になる人に連絡をするって言ってたから。今まで祖父母の存在なんて知らなかったけど、俺にもいたんだね。そっちからでもお金を返してもらうからいいよ。ちょっとやめなさいよ。関係ないやつまで巻き込むな。関係ない？母さんが払ってくれないからって言うだけじゃ。だったら母さんが払ってよ。払ったところで俺が大学を辞めたことは変わらないけど、このまま借金だけが残るなんて俺は嫌だからね。そんなのできないってば。パチンコに使っちゃって大損したんだから。パチンコで負けてなければなくなることもなかったんだけど。そもそも息子の奨学金をパチンコに使うこと自体間違っているとは考えないわけ。結局母とは話にならないので、弁護士と相談をして俺の祖父母となる人たちに会いに行きました。驚いたことに祖父母宅は結構立派なところで、母が昔に感動されていたことも知りました。弁護士から状況を説明されると、祖父母は俺のために母が使い込んだお金を返してくれました。それでも大学を辞めたことには変わりないのですが、借金が残らずに済んだことだけは良かったです。迷惑をかけたことを謝ると、祖父母はこれからも会いに来てほしいと言ってくれました。さすがに初対面でお金を請求した孫が会いに来てもいいのかと思いましたが、祖父母は遠慮なく来てくれと言ってくれました。ねえ、あんた父さんたちから金をもらったんでしょ？だったら私の分までもらってくれない？感動されてたけど、あんたに金を出したってことは許してくれたってことでしょ？あの人たちは俺に会いに来てくれって言っていたけど、俺は行くつもりはないよ。母さんのせいで初対面で金を請求した孫になるからね。祖父母との関係も最悪なものにしたのは母さんのせいだ。俺は今まで母親なんだから母さんを見捨てたらいけないって思っていたけど、それ自体が間違っていたことに気づいたよ。もう俺は母さんを親とは思わない。他人だと思うようにする。だからもう俺は母さんに関わらないようにするからさ。親に対して他人と思うってどういうことだ。誰がお前を産んでやったと思ってる。産んだだけでまともに親をしなかった人が言わないで。俺はもう母さんに振り回されるのはごめんなんだ。もう
俺のことは息子と思わなくていいよ。俺もその方が楽だから。その後、俺は母をブロックしました。これまで母親だからという思いがありましたが、もうそれを考えなくていいんだと思うと、肩の荷が下りたような感覚がしました。そして、俺は住んでいたアパートを解約して、また大学に通うために住み込みで働ける仕事を探しました。そして数年後、昔から付き合っていた彼女と結婚しました。彼女は大学を諦めずに、働きながらでも通えるようにすればいいと言ってくれたのです。今はまだ結婚したばかりで生活に余裕がないので大学のことは考えられませんが、いつかまた通えるようにしたいと思います。俺が大学に通いたかったことを知っている彼女だからこそ、そういう風に言ってくれたのでしょうね。母についてですが、俺はその後会っていないので分かりません。ただ親戚からは母親を何とかしてくれないかと言ってくるので、相変わらず方々に迷惑をかけているのでしょう。俺はもう母とは関わらないことにしたことを親戚に伝えると、薄情な息子、冷たい息子と罵る親戚もいます。まあ自分たちが何とかしないといけなくなるからでしょうけどね。はっきり言って、これまで親戚付き合いもなかったのに、当然のように親戚ずらしてくる人に言われたくもありません。子供が親を見捨てるほど嫌いになるなんて決して簡単じゃないんです。だから相応の理由があったんだろうと思ってほしいですけどね。今は可愛い嫁さんと二人暮らしです。将来子供ができるでしょうが、俺のような苦労だけはさせたくないと思っています。もちろん今の幸せな家族と母を合わせるつもりもありません。だってせっかくの幸せが逃げてしまいそうな気がしますから。母は母で好きに生きていけばいいと思います。俺はこれまで母に愛されなかった分、今の家族に愛し愛されて生きていこうと決めています。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。私の名前はレオナ。今回は夫コウスケの話です。こちらがそのコウスケ。コウスケは浮気症で何度も浮気を繰り返しています。正直私自身にコウスケへの愛情はないのですが、娘のことを考えて離婚を踏みとどまっている状態です。コウスケもそれが分かっているのか、浮気をやめようとしません。でもこれまで離婚を踏みとどまっていた私が離婚を決意するような出来事が起こったのです。まさかあんなことをしているなんて。それではコウスケとのやりとりをご覧ください。なあ、娘にも習い事をさせたらどうだ。最近の子はいろいろなものに興味を持つようだし。珍しいわね、あなたがそんなことを言うなんて。これまでは娘の教育に対して何の興味も示さなかったのに。むしろ金がかかるようなことはさせるなって言っていたのはコウスケの方でしょ。それはそうなんだけどさ、会社でも子供の話になることがあって習い事をさせているところが多いみたいなんだ。俺はそういうことに無関心すぎたんだなって。だから娘にもしっかり教育をさせたらどうだろう。今まで放置していた俺が言える言葉ではないけどさ。コウスケがそう言ってくるのは嬉しいけど、実際に娘に習い事をさせるにはちょっと家計の問題が大きくなるのよね。あなたの稼ぎが悪いってわけじゃなくて、習い事って結構お金がかかるものが多いから。それならお前もパートに出たらどうだ。家にこもっているより仕事をしたいって言ってたじゃないか。そうね、パートじゃなくても社員で雇ってくれるところがあるならそこでしっかり将来に向けて働いてもいいし。今日のコウスケはどうしたの。今まで私が働きたいって言っても俺の稼ぎが悪いと思われるからやめろなんて言ってたわよね。それは今まで自分勝手なことばかり言い過ぎたなって反省しているんだよ。もっとちゃんとお前の言葉に耳を貸せばよかったなって。残念ね、その言葉が本当だったら私はすごく嬉しかったのに。え、本当って。私が何も知らないとでも思ってる。浮気相手から子供の養育費と口止め料を請求されてるの私は知ってるのよ。え、これまであなたの浮気に対して我慢していたつもりだった。娘のためにも父親は必要だろうって自分に言い聞かせてた。でも今回は我慢できる範囲を超えてるわ。よそに子供を作って、しかもその養育費と口止め料を私が働いたお金で払おうとしていたんだから。違う、誤解だ。
俺はちゃんと自分の子を。ねえ、もう私たちは終わってるんだから家族みたいに言うのやめて。あなたは私や子供が気に入らないからよそに女を作るんでしょ。今回は子供まで作ってたんでしょ。いや、そういうわけじゃなくて。それとも浮気相手の子は認知しないから大丈夫だとでも。認知しなければいいってものじゃないのよ。まさかあなたそんな風に簡単に考えてたの。言い訳は無用よ。今回という今回はもう我慢ならないし、許すつもりもない。離婚してください。そんな。何がそんななの。離婚される覚悟もないのに浮気を繰り返していたの。だとしたらあなたは私をバカにしすぎたわ。待ってくれよ。俺は離婚なんてしたくない。お前と離れたくないんだ。あなたが離れたくないのは浮気を我慢してくれる嫁でしょ。それってつまり私じゃなくてもいいってことじゃない。私はもうあなたと一緒にいたくないの。自分の責任も私を働かせて払おうだなんて。さすがに看過できない状態になったので義父母や両親に相談をしました。両親は大激怒。義父母もこれまではコウスケをかばうような感じでしたけど、今回に限ってはかばいようがないので並行したままでした。私が離婚したい旨を伝えると義父母は反対してきましたが、今後も自分の子に母親違いの兄弟を作られても困りますと言うと黙り込みましたね。結果として義父母も離婚を認めることになり、コウスケには味方がいない状態になりました。コウスケとしては義父母は味方になってくれると思っていたでしょうから、きっと驚いたでしょうね。もちろん浮気相手にも慰謝料請求はしました。私は妊婦なのにとごちゃごちゃと言ってきましたが、なんで私が浮気相手の状態を気遣ってあげないといけないのでしょうか。だって最初に人の家庭に手を出してきたのは向こうなのに。気遣いも何もない相手を気遣うほど私は優しくありません。コウスケにも慰謝料と養育費を請求しました。これは私と娘の正当な権利なので支払ってもらわないと困ります。頼むよ、今回までは許してくれ。もう二度と浮気なんてしないから。その言葉を信じてあげるメリットってある。あなた自分が愛されているとでも考えてるんでしょうけど、私ははっきり言ってあなたなんてどうでもいいの。これまで我慢していたのは娘のため。でもこれも言い訳かもしれないわね。娘のためを考えるならこれまでのうちに離婚するべきだった。離婚できなかった原因は私に度胸がなかったからかもしれない。でも今回はもう無理。よそに子供まで作って私に隠し通せると思っていたのが無理。そんな考えを持つような男と夫婦でいられるはずないでしょ。でも俺も金がないんだよ。浮気相手に払う金もあるし。バカなこと言わないで。なんで私が浮気相手の後なの。夫としても父親としても最低だったんだから、最後くらいはちゃんと義務を果たしなさいよ。あなたの家族は誰。浮気相手に払うお金もあるでしょうけど、優先すべきはこっちだってことを忘れないでくれない。娘とも離れたくない。あなた自分で私と娘を裏切るようなことをしていたんでしょ。それなのに手放す時が来たら惜しくなるの。子供がそれ気に入ってるから捨てないでっていうのと変わらないわね。今さら私たちを手放すのが惜しくなった。でも残念ね。私の気持ちはとっくに離れてるの。愛情なんてないんだから早く離婚してくれる。今までは我慢していたせいか、口を開くとひどい言葉ばかり出てきます。こんなになるまで私は溜め込んでいたのかと呆れたほどです。本当に今までのうちに離婚しておけばよかった。なんでこんな男にこだわっていたんだろうと自分が情けなくなりましたね。でもある意味これで解放されるのだと思ったら高揚した気分です。浮気相手は旦那さんもいる人だったらしく、コウスケはその人からも慰謝料請求をされるでしょう。向こうも離婚になるらしいので相応の金額を請求されるはずです。これからコウスケは借金地獄になるんだなと思いますが、不思議とかわいそうという気持ちは出てきませんでした。まあしてきたことを考えればかわいそうでも何でもないんですけどね。娘は小学生であり、離婚することについては何も言いませんでした。これまで私がコウスケに泣かされていたのを知っているから、自分の気持ちは後回しにしてくれているんでしょうね。本当に優しい子です。だからこそこれからはこの子を守るために生きていこうと思います。コウスケの浮気などで傷ついたのは私だけじゃなく、
娘の方がひどく傷ついたはずですから。義父母はこれからも孫に会いたいと言ってきましたが、すぐに返事はできませんでした。だって義父母に子供を会わせるということは、康介とも関わりができてしまうからです。果たしてそれが娘のためになるのかと考えると、自分の意思ではなく子供の意思を尊重すべきだと思いました。お前、親父たちに孫には会わせないって言ったらしいな。そうね、でもそれはあの子が決めたことよ。あなたを思い出すし、義父母も可愛がってくれたわけじゃないから会いたくないんですって。可愛がってくれたわけじゃないって、いろいろと買ってもらっただろう。買ってあげるだけが愛情なの？会うたびに女の子らしくないだのなんだの言われるあの子の気持ちはわかる？むしろ何もいらないから会わないでくれって思うのは当たり前じゃないの？でもだからって会わせないのは違うだろう。何を偉そうに言ってるの？あなたのせいでしょ？あなたが浮気なんてするからこんなことになるんでしょ？それなのに会わないって選択をしたあの子を責めるの？自分のことは棚にあげて。あなたは会わなくてもいい女に会い続けたくせに。それは親なら娘の意思を尊重してあげてよ。そういうこともわからないから浮気相手に払うお金を私に働かせて支払わせようとしたんでしょうけど。その後康介をブロックしました。後のやり取りはすべて弁護士に任せたので、私と康介がやり取りをする必要はなかったからです。康介は義父母にお金を借りて、私への慰謝料と娘の養育費を支払ってくれました。浮気相手に関するお金は義父母は貸さなかったそうです。しかも会社に不倫のことがバレて居づらくなったせいか辞めてしまい、現在は日雇いの仕事をしているのだとか。私は離婚をきっかけに実家へと戻り、そこから仕事に行っています。私の両親には娘も懐いているので一緒に暮らしていて不便さはないようです。離婚から半年ほど経った頃に康介から復縁要請の電話が来ましたが、すぐに着信拒否をしました。同じ間違いを繰り返すほど私はバカではありません。ちなみに浮気相手の旦那さんからは結構な金額を請求されているそうです。しかもちょっとヤバい系の人らしく、これからの康介の人生はめちゃくちゃになったと言ってもいいでしょう。まあ浮気相手の旦那さんが怒るのも無理はないですけどね。不倫相手である康介の子を自分の子のようにされていたのですから。康介と離婚して数年が経ちました。子供も高校生になり青春を謳歌しているようです。私は職場で仲良くなった人がいて食事などをするようになりました。もしかしたら再婚をするかもしれません。でも娘が受け入れてくれるかで変わってきます。娘を受け入れてくれない人、娘が受け入れられない人と再婚するつもりはありませんからね。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。私は広告代理店で働くエリです。もともとこの職種に就きたかったので、内定をもらえた時は本当に嬉しかったのです。今も仕事内容に関しては全く文句はありません。忙しいもののやりがいを持って職場の仲間たちと協力しています。ただ一人、私の上司でもあるセクションリーダーの瀬田さんだけは私が頭を悩ませる存在なのです。合理的という口癖がある割には、仕事ができず非合理的で、部下が必死に仕事しているところを横目に定時になるとさっさと帰ってしまい、自分の仕事は部下に仕事を振り分けることだけと思い込んでいる困ったおじさんなのです。その日も残業をしていると瀬田さんから LINE が届きました。エリちゃん、お疲れ。まだ職場でしょ？ちょっと頼まれてほしいことがあるんだけどさ。瀬田さん、お疲れ様です。まだ職場です。何でしょう？エリちゃん、本当に仕事好きだよね。仕事の虫って感じでさ、尊敬しちゃうよ。すみません、仕事が立て込んでるので要件を聞かせていただけると。あれ、今ってそんな忙しい時期だっけ？今というかいつも忙しいですけど。そうなの、大変だね。それで頼みっていうのはさ、俺の机の上にこの前新人が持ってきた資料のチェックお願いするよ。新人の資料のチェックを私がしていいんですか？
本当はダメだろうけどね。その資料の締め切り多分昨日ってことを今思い出してさ、職場にいない俺が戻って確認するより職場にいるエリちゃんが確認して提出した方が合理的でしょ。締め切り昨日なんですか？それって怒られるやつじゃないですか。この資料の提出がギリギリだったんですか？いや、いつだったかな。この新人仕事できるよ。締め切りの4日前くらいに余裕を持って提出してくれたけど、俺が忘れててさ。本当ですね。制作日が4日前ですね。あ、制作日記入してある？じゃあその制作日いじっておいてよ。いじっておいてとは？4日前の制作日だと俺が溜め込んでたのバレるでしょ。制作日を昨日にしてギリギリに書き込んできたから遅くなったって言っておいてよ。そんな、新人くんはきちんと仕事しています。それを新人くんのせいにするなんて。俺も彼のためだよ。新人くんの？そう、若いうち新人のうちに怒られておく方が絶対にいいよ。合理的だ。つまり瀬田さんのミスを隠すために新人くんを犠牲にしろってことですか？それを私にしろと？それはさ、言い方が良くないよ。まるで俺が俺のミスを新人に押し付けろってエリちゃんに命令してるみたいでしょ？実際そうじゃないんですか？違う、全く違うよ。新人くんに必要な教育の場を与えようとしてるだけだ。それじゃ、よろしく頼むよ。私は手元にある資料と LINE の文面を見返し、ため息をつきました。新人くんがこの資料を作るために手伝ったのは私です。彼が初めての仕事でどれほど細かく調べ、どれだけの時間をかけたか知っています。期日よりも早めに提出したのは、もし手直しがあった時に期日ギリギリだと手直しの時間がないからと、とても配慮されたものでした。それを踏みにじる行為を平気でする瀬田さんに、私はあることを思いつき、指示された通りに制作日の日付を書き換え、提出が遅れたことに関する謝罪の文を書いたメモを1枚追加して提出をしました。翌日。エリちゃん、今日休みだったよね。連絡ごめんね。いえ、起きてたので大丈夫です。何ですか？昨日の資料は？ちゃんと制作日は書き換えたかい？はい、本来の締め切り日と同じ日付に書き換えました。それと提出に行ったのですが、受け取り相手が不在とのことだったので、遅れたことに対する謝罪文を添えて提出しておきました。なんだ、休みだったの。中身の確認は？しました。グラフに関して少し訂正があったので、そこだけ訂正をしました。訂正箇所を記した資料を瀬田さんのデスクに置いておきました。ああ、これね。てっきり提出されてないのかと思ったよ。エリちゃんが訂正したなら問題ないでしょう。それにしても仕事できるね。俺の希望通りに仕事してくれるしさ。仕事なので当たり前のことをしたまでです。エリちゃんの仕事は合理的だね。その確認だけだから休日楽しんで。ありがとうございます。想像していた連絡とは少し違い、まだ連絡行ってないのかなと思いつつ、ゆったりとした休日を過ごしていました。ことが動いたのは夕方。今日はもう連絡がないだろうなと思い、夕飯の買い出しにでも行こうかなと考えていた時です。瀬田さん、新人くん、同期、次々と送られてくる LINE に、新人くんと同期には簡単に返事を返し、瀬田さんの LINE を読んで思わず笑ってしまいました。エリちゃん、どういうこと？ちゃんと俺に分かるように納得するように説明してくれる？どうして俺が呼び出されて怒られる羽目になるわけ？新人くんは怒られた様子ないし、エリちゃん、さっきは仕事をちゃんとしたって言ったよね。君が上司に嘘をつくような使えない部下だとは思わなかったよ。お疲れ様です、瀬田さん。ちょっとあんまりな言い分じゃないですか。私は瀬田さんの指示通り
望み通りの仕事をしました。ちゃんと資料の確認をして訂正をして、訂正後の様子が分かるように瀬田さんにも修正後の資料を置いてあります。提出先には遅れたことに対する謝罪の一文まで添えました。これ以上ない完璧な仕事をしたと思っています。じゃあどうして俺が呼び出された、どうして俺が怒られた、なんで俺が4日間も確認をお願いされた資料を忘れてて制作日を変えたことがバレてるんだ。原因はどう考えても君しかいないだろう。同じビル内なんですから、私をそんなに疑うなら提出先にお願いして私が提出した資料を見せてもらえばいいかと。私が瀬田さんに嘘をついていないことがわかるでしょう。私は瀬田さんに嘘は何一つついていません。もちろん瀬田さん以外にも嘘はついていません。じゃあどうして。その原因はおそらく新人くんです。あいつが。はい、その資料が完成した時、これは彼のミスなんですが、瀬田さんに確認をしてもらう前に提出先に出してしまったんです。は？ですから資料ができたその日、つまり正しい制作日に彼は一度資料を提出しているんです。ただ先方が瀬田さんの確認をもらったかと聞かれて慌てて引き上げてきたんです。ただ資料の出来はほぼ問題がないということでコピーを取って保管していたそうです。それなのにいつまで経っても確認済みの資料が届かない。届いたと思ったら制作日が変わってるってことで私のところに確認の連絡が来ました。確認の連絡？どうしてエリちゃんのところに来てるんだ。遅れたことに対する謝罪文の最後に私の名前を書かせてもらったからだと思います。同期から急いでるようだったから連絡先を教えたと連絡がありました。ちゃんと言ったんだろうな。ええ、ちゃんと言いましたよ。瀬田さんが確認を忘れていて昨日になってしまったことも、制作日をいじれと私に指示を出したことも、嘘は何一つついてないと言ったでしょう。そこは嘘をついて私を守るべきだろう。望み通り制作日を書き換えたじゃないですか。それに新人くんはその資料を提出するときにちゃんと言ってましたよ。言ってた？何をだ。瀬田さんの確認の前に提出してしまったことと、向こうがすでにコピーを取っているから確認を急いでほしいことです。瀬田さん流してましたけど。聞いた気がするでしょう。ただかなり大ごとになってそうですね。私も人事部に呼び出されたので今からそちらに行きますから。人事部に？なんで呼び出されたんだ。そこまではちょっと。半日分の休日出勤手当を出すからと出勤命令が来ただけですから。俺をかばうような証言をしろよ。わかりました。私は出勤後すぐに人事部に向かいました。もちろん内容はやはりあの資料のことで、私はすべて包み隠さず話しました。もちろん瀬田さんから俺をかばえと言われたこともすべて。一通り話が終わると私は驚くべきことを告げられ、その日もう帰っていいこと、明日は今日の代わりに午後からの出勤ということになりました。エリちゃん、人事部でどんなことを話したんだ。まあいろいろですね。今回の事情聴取みたいな感じと今後の新人事について。新人事？そうです。割と大きな入れ替えがあるようで、多分明日の朝礼の時に発表されると思います。私は午後から出勤ですけど。聞いたのか。聞きました。驚きましたけど。そんな驚くような人事なのか。はい、正しいとは思いましたけど。どんな人事だ。別に口外するなとは言われてませんし、言いますけどショック受けません？ショックを受けるような内容なのか。おそらく。でも明日聞くなら今聞いても同じだ。教えてくれ。私がこのセクションのリーダーになることが決まりました。は？俺は？平社員に降格だそうです。部下にミスを押し付けて常識がない人はリーダーに向かないって判断だそうです。俺が降格？
じゃあ明日からよろしく、セタ。セタさんはかなりショックを受けたようで、それからは連絡が来ませんでした。翌日午後から私が職場に行くと、セタさんは平社員の席で背中を縮こまらせ、居づらそうにパソコンを叩いていましたが、かなり遅く、誤字脱字もかなり多いので、これは修正が大変だし、あまり使えないなぁと、私は思わず、深い深いため息をついてしまいました。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き、次の作品をご覧ください。あなた、自分の娘の担任と不倫をするなんて、恥ずかしいって気持ちはないの？ないよ。俺にとってはお前や娘より彼女の方が大事なんだ。それが長年連れ添った妻や娘に対する言葉？もういい。あんたみたいな男なんて私の方から捨ててやるから。私の名前はリエコ。今回は夫、シンジの話です。こちらがそのシンジ。私たちには17歳になるマナミという娘がいます。夫はこともあろうか、娘の担任と不倫をしていたのです。娘は夫に対して嫌悪感をあらわにして、私も普通に接することができません。それでも離婚をするべきなのか悩んでいる部分がありました。でもまさかあんなことを言うなんて。それではシンジとのやりとりをご覧ください。離婚してくれ。俺は翔子と一緒になりたいんだ。あなたには恥って気持ちがないの？マナミの気持ちを考えたことがある？担任の先生と自分の父親が不倫をしているなんて、マナミが知ってから様子がおかしいのは分かってるでしょ？これまで俺はお前たちのために働いてきたよな。これからは俺自身のために生きたいんだよ。ふざけたこと言わないで！そんなことで不倫を正当化できると思ってるの？大体、これまで育児放棄をしていたあなたが言える言葉じゃないでしょ？あなたは子供の父親だっていう自覚がある？あったらこんなことなんてできないわよね。翔子と一緒にいたら落ち着くんだよ。お前やマナミと一緒にいても落ち着かない。このままだと俺がダメになる。俺がダメにならないためにも離婚してくれ。自分がダメにならないために？私はマナミがダメになることは考えてないんだ。そっちは自分で何とかしろよ。マナミだってもう17歳だろ。もう十分大人じゃないか。ひどい言い方。思春期真っ只中で父親の不倫を経験させられて、しかもそれが自分の担任の先生。マナミの今後をダメにするかもしれないことだって分かってないんだ。分かってるけど、自分の気持ちを抑えられないんだ。このまま一緒にいてもお互いダメになるだろ。もっともらしいことを言って、結局離婚したいだけなんでしょ？いいわよ、離婚してあげる。ただ慰謝料とマナミの養育費はしっかりもらうからね。あの子の大学費用まではしっかり出してもらうから。あと、あなたの勝手で離婚をするんだから、一括で支払いお願いね。それができないなら離婚はしない。よほど離婚したかったのでしょうね。夫は私への慰謝料とマナミの養育費を一括で支払いました。そこまで私たちに対する気持ちがなくなっていたのかとびっくりしましたね。本当に情けなくて涙が止まりませんでした。マナミは、あんな人こっちから捨ててやろうと言ってくれました。本当にそうですね。あんな男にこだわっていても何のメリットもありません。でも、マナミの今後のために、私の今後のために復讐をすることにしました。まずは不倫相手です。学校側に夫と担任の不倫関係について校長先生と話し合いの場を持ちました。子供を指導する側の立場のくせに子供の将来を邪魔するようなことをしたんです。もちろん不倫相手だけが悪いわけではないこともわかっています。夫も責任があります。でもだからといって不倫相手をそのままマナミの担任にしておくことはできません。今後はどういう対処を取るのか聞いてみると、校長先生たちは困っていましたね。そりゃそうでしょう。学校側として担任変更は決して簡単ではないはずです。でも不倫のことがある以上そのままにもできない。どうすればいいのかと校長先生が悩んでしまうのは当然だと思います。ちなみにマナミは今後まだ担任でいるなら学校には行かないと言っています。学校側としては重く受け止め、不倫相手には退職してもらうことになったそうです。退職に至るまでのやりとりは知りませんが、
結構激しいやりとりがあったようですね。不倫相手からも、学校に言うなんて卑怯と言われましたし。でも私にとって優先すべきはマナミです。だからマナミがしっかり学校に通えるようにするためには必要なことだったと思います。もしかしたら私はモンスターと言われるようなことをしたのかもしれません。でも他にどうすることもできなかったんです。卒業までマナミに父親と不倫した女性が教師としていることを我慢させたくありませんでした。そしてもちろん復讐は元夫にもしました。元夫の上司とは仲良くさせてもらっていたので、すべて事情を暴露したんです。元夫の上司は愛妻家で、不倫なんてけしからんというタイプの人です。だからこそ余計に元夫に対して嫌悪感が出たんでしょうね。不倫をし始めた頃から営業成績も悪くなっていたらしく、地方の支所に飛ばされることが決まったそうです。お前卑怯だぞ！学校や会社に言うなんて。そのせいで俺も翔子も仕事がなくなったんだぞ。どうしてくれるんだ。自業自得でしょ。あなたにとって彼女は本気で愛した人とか言ってたじゃない。それくらいのことは乗り越えられるでしょ。私たちが受けた傷をお金だけで解決できると思った？特に不倫相手に関してはマナミの担任なのよ。今後のことを考えて自分から退職するのが筋じゃないの？それもしないで私を非難してきたわね。だったら不倫しなければよかったでしょって言いたくなるんだけど。会社の上司に相談したことは？お世話になっていたんだから離婚報告くらいするべきかなって。それの何が悪いの？あなたが地方支所に飛ばされるのは不倫にうつつを抜かして仕事をおろそかにした結果でしょ。それのことまで私のせいにされちゃかなわないんだけど。それとマナミは一生あなたには会わないそうよ。自分にとっての父親はいなかったって思うようにするって言ってた。え？どうして驚くの？まさかまたマナミと父と子として接することができると思った？そこまでマナミをバカにするの？バカにしているつもりはないよ。でも時間が経てば許してもらえるかなって。あなたは自分がダメになりたくないから私たちを捨てるんでしょ？捨てた私たちとまた仲良くしようなんて思わないで。結局不倫相手と元夫は破局したそうです。地方についてきてほしいと言ったそうですが、不倫相手が断ったのだとか。一緒についてきてもらえると思っていただけに元夫はショックだったようです。不倫相手は都会から離れたくないのだと言っていたようですね。私たちは実家に引っ越しをしました。マナミは学校から少し遠くなりますが、今住んでいるところよりいいと言ってくれています。学校で何か言われるのではないかと心配だったんですけどね。今のところマナミの友達たちには元夫の不倫のことは知られていないようです。学校にも念押しをしましたからね。万が一知られることがあったらまた話し合いをしましょうと。学校側としてもこれ以上のトラブルは勘弁してほしかったのでしょう。教師たちには元夫と担任の不倫のことで何も言わないように注意したそうです。離婚して半年ほどが経った頃、元夫から連絡が来ました。元気にしてるか？俺は慣れないとして何とかやってるよ。こんな風に連絡をよこされても迷惑なんだけど。あなたと私たちはもう他人なんだから。俺とマナミは血のつながった親子だろ。マナミ自体があなたを必要としていないの。その理由だって分かってるはずよね。それなのに不倫相手に捨てられたからってこっちに連絡してこないで。あなたのことをようやく忘れられてきていたのに。忘れかけた頃に連絡をしてきて傷をえぐって楽しい？そんなに私たちのことが憎いの？そうじゃないよ。俺はまたお前たちとやり直せたらって。どうせまた捨てるんでしょ。不倫相手を見つけるまでのつなぎなんでしょ。それが分かっているのにどうしてやり直してもらえると思ってるの？それはこの先何があっても私たちがやり直すことはないの。私はマナミの望むようにしたい。マナミがあなたをいらないと言ってるのに私があなたを拾うわけにはいかないでしょ。そんな。こうなることが分かっていて離婚したはずじゃない。不倫相手とうまくいかなかったからって私たちを寂しさを埋めるための道具にしようとしないで。その後私は元夫をブロックしました。マナミにも教えようと思いましたが結局教えませんでした。
だって、マナミにとって元夫はいない人間です。わざわざ連絡が来たことを教えて考え込ませてもいけませんしね。大学受験だって来るんです。マナミにはしっかりと勉強できる環境を作ってあげたいです。元夫のことがマナミのためになるとは思えません。なんとなく連絡が来たことは気づいているような気もしますけど、私が考えている以上にマナミは大人ですから。ちなみに不倫相手に関しても知人から聞きました。どうやら男性に騙されたそうです。そのせいで借金を背負うことになり、今ではいかがわしい店で働いて借金返済をしているのだとか。不倫をしていなかったら今でも教師をしていたことでしょう。不倫によって人生を狂わせたと言っても過言ではありません。悪いことをすると罰が当たるんですね。そのことを元夫や不倫相手が教えてくれたような気がします。別に学びたかったわけではないんですけど。あれから学びは勉強をして名門大学に合格をしました。今は家を出ていますが、頻繁に連絡が来ます。きっと学びなりに私を心配してくれているのでしょう。私のことは気にせず、マナミは自分の人生をしっかり送ってほしいです。思春期に辛いことがあったからこそ、幸せな人生を送ってもらいたいものですね。私も子育てが終わったことで、興味があった教室に通っています。仕事と趣味を充実させて、楽しい毎日を過ごすことができています。これからも自分らしく生きていこうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。引き続き次の作品をご覧ください。こんにちは、私はリカ、25歳のフルート奏者です。都内にある音大に4年間通い、憧れだった管弦楽団に入り、日々音楽家としての仕事を続けています。大学で出会い交際にまで発展した男性守るも同じところに所属して幸せいっぱいです。しかし、とある女性からの LINE で人生が変わろうとしていました。今回はその時のお話をしたいと思います。リーカー、久しぶり。同級生のマナミだけど覚えてるかな。マナミ、中学時代3年間同じクラスだったマナミ。そうそう、私だよ。卒業して以来会ってないのに、どうやって私の LINE ID を。リーカーさ、同窓会に全然顔出さないもんね。その時にあんたと仲が良かった子から無理やり聞いちゃったよ。あ、確か成人の日と23歳の時に開催されたんだっけ。私が幹事をさせてもらったんだけどね。そもそもそういうのがあったことすら知らなかったんだけど。ええー、とは言っても私は最初から行くつもりはなかったよ。どうして。忘れたとは言わせないよ。私、あなたにひどい仕打ちを受けたもの。10年も前のことまだ覚えてんの。全然笑い事じゃないし。もういいや、私もぐちぐち言うつもりないし。だったらもういいかな。私これから外出する予定があるから。ちょっと待ってよ、今日は大切なことを言いたくて連絡したの。あんたの彼氏私にちょうだい。は？いいか、大学は音楽系のところに進んだんですって。うん、中学生の時も吹奏楽部で真面目にやってたもんね。一体何が言いたいの。東京の有名な管弦楽団で有名なイケメン奏者がいるって聞いたんだよね。まさか彼があんたの恋人だと知った時はびっくりしたわ。誰から聞いたのよ。だから同窓会で全部聞いたの。マナミは守と接点があるってこと。実はね、高校時代、私が片思いしていた男子だってことが判明したんだ。え、そうなの。ってことで、私の方がまもるくんにふさわしいから別れてくれない。急に言われても困るよ。私たちは5年近くも付き合っていて、近々同棲も始める予定で。私には関係ないもん。今週の金曜日には高校の方の同窓会があるし、そこで思いっきりアピールしちゃおうかな。やめて。またあの時みたいに私からいろんなものを取るつもりなの。そう、リカがおとなしくしていればいいんじゃない。宣戦布告ってことでよろしくね。
マナミは容姿端麗で成績優秀だった同級生です。学校内でも有名な女子生徒で取り巻きも多かったような気がします。当時の私は彼女に目をつけられており、あまりいい思い出がありません。高校はお互いに別々の場所へ進学したので嫌なことはありませんでしたが、まさかこのタイミングで。彼氏と面識があるのにはかなり驚かされたと同時に不安がよぎりました。とんでもないトラブルに発展しそうな気がして。同窓会超楽しかった。久しぶりにお酒も飲みすぎちゃったかも。マナミ、あ、これリカの LINE？ ごめんごめん、友達に送るつもりがあんただったわ。わざとじゃないの？あはは、バレた？同窓会、マモルが切れたんでしょ？あたし、彼の隣をずーっとキープしてたんだよね。余計なことを言ったんじゃ。テレビ出演するほど人気な演奏者になるってすごいよね。まあ、大学時代も先生からの期待が大きかったから。それに比べて、リカはギリギリ入団だもんね。勝手に決めつけないでよ。見ればわかるもん。あたしよりずーっと勉強も運動もダメダメだったくせにさ。私はどうしてもあの楽団に入りたくて死に物狂いでフルートを練習したの。知ったかぶりはしないでほしい。どうせ才能はないんだし、さっさとやめちゃえば。なんでマナミにそこまで言われなきゃいけないの？ネクラだったリカが私より目立つのも気に入らないけど、何よりマモル君と付き合うとか調子に乗ってるよねって感じ。それただの支援じゃない。要するにあんたにはもったいないわってこと。今日は本人から合コンの同窓会に顔を出すわって聞いて心配だったの。マナミに余計なことをされるかもと思ってね。人聞きの悪いことを言わないでほしいな。私とマモルは二人三脚で頑張ってきたの。この先別れるつもりは全くないし、一緒にコンサートを成功させるんだから。いつから私に逆らえるほど偉くなったわけ？なんかマジでムカつくんですけど。あの時は子供だったけど今は大人なの。マナミみたいに上から目線で文句ばかり言う人間じゃないもの。それ遠回しに私をコテにしてない？そっちこそ昔は私のことを指さして笑ってたよね。うるさい。来週からリハーサルが始まるから LINE を返す余裕がなくなるわ。悪いけど、もう連絡しないでほしい。待ちなさいよ。まだ話は終わってないのに。マナミの話っていつもだらだら長いだけだし。なんですって？休日はしっかり休みたいからそろそろ寝るね。ピーカ？私を無視するとどうなるか分かってんの？どんな手を使ってでもマモル君を奪ってやるからね。私は半ば強制的にマナミとの LINE を切り、そのままスマホを閉じました。10年近く経ち、粘着質になった彼女にかなりドン引き。まあ今後メッセージが来てもスルーをすればきっと諦めてくれるだろう。同窓会のことは明日彼から聞けばいいや。そう思い私は眠りにつきました。そして数日後、友達からとんでもない話を聞かされることになるのです。マナミ、 SNS 見たよ。何なのあれは。私の彼氏とのツーショット写真を載せるなんて。いいか、あんたから LINE するとか珍しいね。てかもう連絡しないんじゃなかったっけ？それどころじゃないでしょ。ああ、私のインスタを見てくれたの？ありがとう。入るやつをアップしてよかったかも。ふざけないでよ。はいはい、私がママル君とイチャイチャしてるのを見たんでしょ？友達が教えてくれたんだよ。これ浮気じゃないのって。街中で偶然見かけてね、腕を組んで撮っちゃった。マモル、そこまで嬉しそうな顔してないよね。それはリカの勘違い。本当は喜んでくれたもん。意味がわからない。ネットで公言しちゃえば私の男だってみんな思うでしょ？すごくいいアイディアじゃん。本人から同窓会のことを聞いたよ。一人の女にしつこく迫られて気持ち悪かったみたいだね。はあ、そんなわけないじゃん。私と楽しそうに話してくれたし。
マナミは昔から思い込みが激しかったもんね。こっちはフォロワーが多いし、今さら嘘でしたとか言えないわ。ということで、たった今から理科の彼氏じゃなくなりました。こんな暴挙に出るとか最低すぎる。で、あんたは SNS やってないんでしょ。今さら弁明したって無駄よ、無駄。マナミ、あれれ、悔しくて何も言えなくなっちゃったかな。うん、呆れてるだけ。強がらなくていいって。イケメントランペット奏者の彼女の座は私のものよ。今すぐ投稿を消して。どうして？新しい彼氏ができましたとか完全に誤解を生むわ。マボルの彼女はあなたじゃないのにさ。これから事実になるんだし、削除しなくてよくない？ならないよ。だいたいさ、そこまで綺麗じゃないリカが5年も一緒だったこと自体ありえないっしょ。宝くじが当たる確率と同じくらい奇跡だわ。そこまで悪口言う必要ある？きっとマモルくんは超絶優しかったんだね。違うよ、本当は向こうから私に告白してくれて。すぐバレる嘘をつかない方がいいよ。彼を狙う女から変なことを言われてますタイムラインに書き込んでもいいの？そんな。わかったらとっとと身を引いてよ。泣きながら笛でも何でもピーヒャラ吹けば。マナミ、いつか絶対に後悔するよ。絶対に許さないから。ああは言ったものの、彼女の行動にショックを隠せませんでした。悲しさのあまりに涙が流れ落ち込んでいるところ、マモルから電話が。話の内容はマナミのインスタについてで、あの写真は無理やり撮らされたものだと聞かされました。私は彼のことを信じているので大丈夫だよと答えました。マナミの嘘を証明するためにマモルはある提案をし、早速実行することに。3日後、怒りの LINE が届きました。ニカ、私のインスタが大炎上してるんだけど、あんたの仕業？どうしたのマナミ。しらばっくれてんじゃないわよ。嘘つき女、最低、恥を知れってコメントばかりなの。ああ、そのことね。マモルが自分のインスタのアカウントを作ったんだよ。え？あの写真はあなたが強引に撮影したものだということを投稿したんだ。本物の彼女は同じ楽団にいる女性だって投稿してくれたの。嘘、彼ネットや SNS のことはからっきしなんじゃ。確かにマモルはそういうのが苦手な人なんだけどね。私のために真実をみんなに伝えるって言ってくれたんだ。余計なことをしないでよ。それはこっちのセリフだよ。一瞬でも浮気を疑ってしまった私が恥ずかしい。あんなものを簡単に信じるフォロワーが悪いのよ。開き直るの？どう見てもリカより私の方が有名人の恋人としてお似合いなんだよ。本人も迷惑だってかなり怒ってるって言ってもまだ諦めないつもり？今から私が猛アピールすれば振り向いてくれるはず。あとね、私たちついこの間婚約したばかりでさ。はあ？予定より早く一緒に暮らすことになったの。来月にはマモルが住むマンションに引っ越すから。勝手に話を進めるって最低。そっくりそのままマナミに返すわ。マモルは管弦楽団の広告塔だし、あっという間に話が広がっていくでしょうね。それじゃあ私が悪者になっちゃう。悪質な行為をして許されると思ってる？だって本気でマモルくんが好きだったもん。本人にはっきりと君とは付き合えないって言われたのに。彼から同窓会での出来事も全部聞いたよ。顔がいいだけの男なんかこっちから願い下げよう。すごく迷惑なの。早く写真を消してお願い。あっそう、あんな写真消してやるわよ。その代わりあることないこと書きまくってやるから。その時は誹謗中傷として弁護士に相談するけどいい？リカの脅しは全然怖くないし、やれるもんならやってみろっての。その偉そうな態度をしていられるのも今のうちよ。わかった、これ以上マナミと直接話すのも嫌だしブロックするね。後で泣きついても知らないから。痛い目見せてやる。
その後、まなみは SNS だけではなく、知り合いにも私のことを悪く言いふらしたようです。ですが、あのようなことがあったので誰も信じず、周りから距離を置かれたとか、有名人を貶めようとした女として悪評が広まっていき、彼女の会社内でも噂に。今度は自分がこそこそと陰口を言われ、耐えられなくなったのか退職したそうです。一方私は、防音対策が施されている彼のマンションに引っ越し、結婚に向けての準備を進めています。いろいろあったけれど、団員からもお祝いの言葉をたくさんもらいました。これからは、コンサート本番に向けて練習を怠らないようにしていきたいです。本日もご視聴ありがとうございました。